ドアを開ける短いゲームってことで、今日はこちらの、ゲームをやっていきたいと思います。はい、こちらゲームですね。スマホゲームなんですけども、なんか面白いゲームねえかなと思って探してたら、なんとね、こちらのゲームが見つかったんですよね。なんか面白そうじゃない？もうなんかね、もう曲がさ、もうさ、なんか、ちょっと眠く、ちょっとね、ちょっと睡眠を誘ってるんだけど、もう今日はね、こちらのゲームやっていきたいと思います。はい、多分短いゲームってことだから、まあそんなに長くはならないのかなということでやっていきましょう。プレイ。人生は短い。なんかなんかさ、いきなりなんかちょっと話が壮大だな。さあ今日もやらなきゃいけないことをやらなくちゃ。これが主人公なんかな？左側をスワイプしてみようと、おお、なんかちょっと結構感度高いな。これ主人公か。なんか嫌な嫌な感じもなく、なんか普通の顔だな。でこれで、いろいろ見れると。でも結構感度高いけど、感度変えれないか。でこれでスワイプで歩くと、なんだこれ、でけえ鍵、プラスチックの鍵を手に取った。なんか絶対緑色のドア開けそうだな。てかちょっと待って、感度ちょっとあれしたいわ。ちょっと待っててくれよ。よし、多分途中で変えることもあるけど、これで大丈夫かな。ちょっと感度が高いんだよなこのゲーム。ここ特にない。じゃあこれ調べればいいのかな？ドアを開けて外に出ようか。いや、待って。ちょっともしかしたら隠しアイテムがあるかもしれないが、一旦こういうところも調べてみると。特になさそうだな。特に何もねえ感じか。じゃあ出るか。OK。開ける。あ、これ自分で動かすのか。おー、いいね、なんかグラフィックも。で、いきなり金があるんだけど、そういうアクションゲームではないらしいんだけどね。なんか難しい、なんか謎解きとか、なんかそういうアクションゲームはないらしいけど、ちょっと一旦カメラの感度を変えて、OK。まあ、こんな感じかな。もう、結構避けたつもりなんだけど、僕ね、そういうこともあるのね。あ、落ちるっていう要素あるんだ。はい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 。結構落ちないのかなって思ったけど、意外と落ちるんだね。これポスとか何も入ってねえな。やっぱ友達いねえかな、僕と一緒で。まあ、とりあえず探索していくか。なんか金がある。こういうのを見逃さなかった僕は。こういうなんか、なんていうカメラがついていくとかそういうのないんだね。人がいるね。一旦金集めて、ちょっと待って、金集めるの大事そう、わかんないけど。ただ承認欲求の塊かもしんないけど、ちょっと金だけ欲しい。ちょっと待って、ここにも集めて、ちょっと待って、操作がちょっとこのカメラのな視点がちょっと待って、これも操作しなきゃいけないのが自分でちょっと難しいな。結構こうすりゃいいか。お宝箱あっちゃん、何これ。おー、めっちゃ星ゲットした。1。あ、話す。お姉さん、こうやって朝の匂いを感じるのが好きなの。おー、そこと、だ、大丈夫かな？危なそうだけどな。こんなところまで登ってきて、あなたも高いところが好き？気が合うわね。あー、ハートくれた！もしかしてこの子、僕に気があるのかな？まあ、そういう勘違いもしていくと、OK。あー、ここにいるね。ちょっと話しかけるか。壁登りをしている子、白いヘリがある壁は、よじ登るにちょうどいいって。あー、じゃあこの白いヘリがないところはよじ登れないかな。白いヘリが、ない壁でも、頑張れば登れるかなと思ったけど、どうやら無理みたいだわ。あー、本当だ、無理だわ。じゃあこういうヘリがあるところだけ登れるって感じね。はいはいはい。あ、金あんね。金、ちょっと待って、あ、通れねえここ。じゃあこっちから行くのかな。ちょ、こういう金もちょっと僕は見逃さねえ。ちょっとどうしてもな、これ集めたくなっちゃうんだよ。まあ、これは話しかけてきゃいいのかな。誰がいる、話す。男の子。あ、橋の向こうのお家のお兄ちゃんだ。今日は一人でお出かけ。え、今日はってことない。おめえ、なんか彼女が、女いるのか。もしかしてドアの向こうに行くの。僕も大きくなったらいろんな場所に行ってみたいな。子供は行けない感じなのかな。これ主人公子供じゃねえんか。じゃあこの人に話しかけてみるか。ドアの向こうに行きたいのかい、お兄さん。君も知ってると思うけど、ドアを開けるには通行料が必要だからね。お金がいるんだ。あー、そういうことね。まあでも、そこのドアの交通料は安いから、君もすぐに開けられると思うよ。あ、本当に？ 24 円しか持ってないんですけど、100円とか言わないでよ。
15なら余裕でいけるわ。でも結構取るな。そう思うと結構大事なんか金を取る。あ、なんかあった。金。あー、猫ちゃんがいる。あ、猫。おー、猫ちゃんからハートいっぱいもらった。これだけ？なんか触れたりしてない？かわいいな、猫。黒猫か。で、あ、待ってよ。ここは落ちる。で、あ、これさ、登れるとか。あ、これ白いヘリじゃねえか。うん。まあ、こういうところもちょこちょこ見て金を集めていく。あ、なんかこれ、猫の足跡がある。なかなか壁を登る猫っていないけどな。なんこれ。人生のヒント、ドアを通ったり場所を移動したりすると思い出が記憶されます。わかりやすく、ドアを通ったらセーブってことね。うっかり落ちてしまったりゲームを再起動したときは、最後通ったドア、あー、すごいね、自動セーブなのか。うん、あ、ちょっと待って、こっち側見たい。なんかありそう。何もないかな。ないね。ない。 OK、 じゃあもうガンガン行っちゃうか。金金と。お、なんだこれ、持っている鍵。あー、オレンジ色の鍵が必要ってことか。いやー、こんにちは、風変わりのおじさん。風変わり、こんにちは。あ、主人公喋るんだね。てかピエロ、なんかすげー特殊なあれだな。あー、そこのオレンジ色のドアは整備中でね、今は通れないんだ、ごめんね。すげー赤い花だ。おじさんはこのドアを直してるんですか？おお、そうだよ。私はドア職人だからね、各地のドアを整備したりするのが仕事なんだ。へえ、なんかその格好で。各地のドア。オレンジのドアの、向こうには何があるんですか？このドアを開ければ広場に行ける。広場は、そうだな、いろんな町につながる道が集まっている場所だね。へえ、行ってみてえな。広場に行けばもっと遠くの町まで行けますか？うん、行けるだろうね。君はもっと遠くに行きたいのかい？僕は、はい、行きたいです。もっと遠くまで行けるようになって、もっとお金を稼がなくちゃ。なんだ。なんか今、僕はってちょっと何かちょっと隠してることあんな、お前ちょっと正直に話せよ。僕にはちょっと話してほしいな。ふむ、そうかそうか。いずれにしてもごめんね。今の君にはまだオレンジ色の、ドアは開けられないみたいだ。じゃあ鍵を探してこいってことか。そうなんですか？ドア開けるには、お金だけじゃなくて、そのドアに似合う鍵が必要なんだね。だからね。まあ、あまり急がなくてもいいんだよ。まずは、君が行けるところから行くのがいいんじゃないかな。まあ、マイペースに行けってことか。なるへそ。親切にいろいろ教えてくれてありがとうございました。いえいえ。君とはまだ、またどこかで会うかもしれないね。まあ、顔覚えとかね。まあ、わかりやすいな。うん。それじゃあ、気をつけていくんだよ。ちょ、名前だけ教えてほしい。なんか、宝石くれた。結構、あ、物分かりいいおっちゃんなのかもしれない。これさ、カメラちょっと自動追尾みたいなのねえかな。ねえな。ああ、ねえや。まあ、とりあえず、まあ、探索しておくかな。あー、金ちゃんあるね、金ちゃん。こういうの、ちょこちょこ集めていこう。僕、結構ね、貯金好きだからな、結構。うん。なんか金ある。オッケー。こっち行こう。ここ待って、怪しくない？なんかありそうで。何もない。ここ絶対なんかあるな。ここボスとか出てくんじゃねえの。もうごめん、むせちゃったわ。まあ、この世界にボスがいるかもわかんねえけどな。宝箱あんな。どうやっとるんだ、あれ。あっちから行く。あー、なんかあっちから行くっぽいな。ここには登れねえのか。うん。このゲームジャンプがないんだね。これ自動ジャンプなんだよ。これ自動ジャンプっていうか、この、ね、自動ハイ登り。これがあれなんだな。あー、なんかあんね、この上にも。あー、橋を渡っていく感じか。君は？ピンクの髪の女の子。私広場に行きたいんだ。いろんな場所を見てみたくてさ。あ、僕と一緒じゃないか。どう？一緒に行かないか。僕ももっと遠くまで行ってみたいな。本当？じゃあ私たち同じ志を持つ仲間だね。あのね、オレンジ色のドアを開けるにはオレンジ色の鍵が必要なんだって。鍵ってどこにあるのかな。あー、ハートもらった。いや、結構モテモテなのか、この主人公。いいね、モテモテ。もしかしたら後々なんかな、
どの女を選びますかっていうのあるかもしれないな。どこを向いてるか分かんなくなったら、画面右上のコンパスボタンを押してみよう。コンパス、あ、これか。コンパスボタンを押すと、いつでも同じ方向を向けます。うーん、なるへそ。ってことは、あー、そういうのができるんだ。それちょっと先知りたかったな。はい、いいね。あ、こっちがなんか、あー、なんかあるね、陸地が。ちょ、ここ行こうぜ。よいしょっと。あ、猫ちゃんいる。猫なんだろうね。もうハートくれるな、猫。いいね。これ何かに使うのかわかんないけど、まあ、とりあえずな、ありがたく受け取っとこう。この上も行けそうだね。ここ違うな。あ、こっちか。こっちから。あー、行けるね。宝箱、こっからなんか飛んでジャンプ見て行けそうだな。でもジャンプがねえんだよな。行けるんだろうか、果たして。さっきこっち見に行くか。あー、取れたね、さっきの。これなんだろう、金か。あー、5コインなんだ。あ、ちょ、見にくいな。ちょ、見にくいな。カメラ操作が。ここから行けるよ、本当に。行けたわ、余裕で。おー、めちゃくちゃくれるじゃねえかよ。じゃあ、ここはとりあえず全部見尽くしたかな。新たなところ行ってみる。なんか、緑色のドアあったもんね。あれ。あの上にもな、コインがあんな。でもこっちから取れねえから向こうからって感じか。じゃあ行ってみよう。何コインなんだろう、ここは。 30! あー、結構持ってかれるけど、まあ開けるしかねえな。開けよう。 OK。 あ、なんかある。これちょっとありがたい。これちゃんと読んでこう。こういう系は人生のヒント。瞳マーク押すと、視点を近くに。あー、今は結構遠いけど近い。あ、なんか鍵の影見えね。うん、影のマークが見える、これ。なんか上にあんのかな、この上に。あー、そうか、瞳ボタン押すと。あー、そういうことね。じゃあこれでいこう。めっちゃ見やすくなったじゃん。さっきまですげえ離れてたもんな。ちょ、こういうところちょ見てこう。何か隠し宝箱があるかもしれねえな。あった、これじゃない、宝箱。いけるか。いけた。オッケー、いいね、金くれるな。で、この宝石何使うんだろうね。なんかあるのかな、また。じゃあこっち行って、お、なんか導かれるようにこう金があるぜ。あー、人がいる。ただここ行けねえのか、向こうから。あー、向こうからって感じか。あー、そうだね。じゃあまだ行けない感じか。じゃあ行って一旦道通りに。あー、そこにも子供がいるけど、先、いやー、どうする。先こっちだな。なんかこれ、な、誰がいる。ばあちゃんか、着物着た。結構日本風なんかな。おばあちゃん、おばあさん、あなた壁に猫ちゃんの足跡、ついてるの見かけたことない。そういうのはね、近くに猫。あー、そういうことなんだ。猫好きだったら見逃せないわね。確かにな、俺も猫好きだからよ、結構。あんじゃん、早速。妖怪見逃さね。どこだ。あ、いたいた、こっちか。いいね、猫ちゃん。結構いるな。オッケー、ハートくれた。ハート何かに使えるんかな。まあ、まだ何かに使えるかわかんないけど、とりあえず受け取っとこう。あ、猫ちゃんいるじゃねえか、ここにも。ちょっと行かして。よし、猫ちゃん。これ、あー、もう、あー、さっきこれ。さっきここ来たじゃねえかよ。なんだこれ、無駄だな。無駄しとっちまったわ。じゃあ、ついでにさ、ちょ、こっち側の子供、男の子にもちょ、話しかけてみる。あ、男の女の子か、これ。お兄さんか。目の前に、見えているものでも、遠回りしないと手に入らないことある。人生ってそういうところはあるよな。さっきからすげえ深いことばっかり言われるんだけど、ね、結構このゲームはそういうゲームなのか。いいね、金42。だからもう一つ、あ、緑の扉開けられるな、これで。じゃあ上に行ってみるか、これ。このゲームさ、意外となんか、やっちゃいそうだな。ちょっとあの動画時間見んとね、意外とこのゲーム長いかもしんね、もしかしたら。もし長かったら、まあ、分けるか動画、さすがに。よし、じゃこっち行って、さっきおばあちゃんのところを経由してあっちだよね。OK。ここかな?
なんだこれ、階段？階段じゃない、ただまっすぐ、あれか。おー、金がめちゃくちゃ合うね。なんかソニックみたいだな。おもろい。あ、ここ登れる。で、こっち行くって感じか。いいね、面白い。で、あそこに鍵があるのか。あれか、さっきの影の正体は。で、あそこに行く感じね。で、あ、ここさっきの宝箱で。あ、ここはあの男一人話しかけるんか。まあ、いっか。まあ、いっか、後で。一旦ちょっとね、鍵の方行こう。ちょっと先が見てえからな。OK、これも30コインだよな、さすがに。OK、じゃあ、開けよう。で、鍵をゲットと。いいね。ブロンズの鍵を手に入れた。オレンジじゃなかった。ブロンズって、銅ってことだっけ？鍵を手に入れた。これでもっと遠くまで行けそうだ。今日は随分歩いてちょうど疲れたかも。一度家に帰って休もうか。ああ、休むってことね。はい、今日はここまでってことか。オッケー。なんだこれ。なんか、え？主人公、もう一人いるってことこれ。ここはどこだろう？私、誰だっけ？え？記憶がないパターンか。道に迷ってしまったみたい。帰りのドアを探さなきゃ。なんかとんでもねえ森ビティなとこいるけど、これ大丈夫か？なんかすげえ、ルビーがめちゃくちゃある。え、でもさ、金さ、これ共有ってことは、これ主人公同じなんかな？どういうことこれ？夢の中ってこと？わかんねえな。ほら、やっぱ共有されてる。やっぱ、どういうことなのこれ。あの主人公と関わりはなんだ？うん。なんだこれ。ドアの、なんか、入り口みたいな。いいね。なんか、ここは金じゃなくて、このルビーが手に入るんだな。あ、誰がいる？これ、ちょっと話しかけ、真っ白やっぱ幻想なのかな？はてやはてやはてや。先に落ちている宝石のようなものは、探求のディライト、なんとかなき、探求心の、現れです。ちょっと難しい言葉が結構出てきたな。探求ね。暗い道を進むのは怖いかもしれませんが、きっと大丈夫。探求心に、うん、なんかちょっと怖えな。ああ、誰がいる？また。話しかけてみよう。また、はてな、はてな、はてなだ。あら、そんな不安そうな顔しないで。私たちはあなたの敵ではないわ。そうなの？帰り道について誰かが知っているかも。出会った人に話を聞いてみるといいわよ。はい。ちょっと敵じゃないな。せめて名前だけでも教えてほしいな。怖えわ。これ結構広くないだろ。これ向こうにも行けるってこと？あ、行けないわ、これ。でもとりあえず回収しつついろいろ話しかけていこうか。OK。22まで集まったわ。ふむ、お嬢さんは迷い人かね。君はまだ若い。こんなところに居続けるべきではないだろうな。なんだろう、これ死後の世界って感じなんかな、これ。もしかしてだけど、なわけないか。帰り道がわからなくなってしまって。恐れることはない。アーチの色を色に目を向ければ。アーチの色？そこ以来にたくさんのアーチがあるだろう。どのアーチにも白い面と赤い面があるのだ。近くまで行かないとわからないがね。白の面と赤い面。白く見える側から、アーチをくぐりなさい。そうすればいつか、帰り道のドアに、たどり着けるはず。はー。あ、ルビーくれた。あ、高箱ある。ちょっと返しましょう。あー、なんだこれ。なんか、車なのかわかんねえ。何かかる。あ、車だこれ。あ、これ以上いけねえ。なんだろうね、ここ。どういう世界観なのね。まあ、世界観がわかんねえよ、これ。白の方からくぐりゃいいってことか。あ、こっちが赤いね。で、こっち側だと白い。で、これをくぐり抜けるとなんかある感じか。でも、ちょっとその前にちょっといろんな人が話しかけたいから。あ、こっちいけないわ。閉じられたドアは、君の、なんとかを領域を表している。ドアっていうのは可能性なんだ。なんかすげえ。名言みたいなの出たな。でも君は今、ドア自体を見失ってしまっている。大丈夫。遠くからじゃ見えないだけで、きっと
どこで、でもね、あー、でこっちもあんのか。あ、なんか白、こっちも白だな。これ行ってみる？何もない。あー、宝箱とルビーがある。ちょ、これ回収しよう。 OK。 で白だっけ、白、これ赤、あ、これか、これ白じゃない。あ、まさかの一発でクリア一発でなんか正解を導いちゃったかもしんねえ。調べる。あ、これ無料なんか。じゃあ開けよう。 OK、 これで元の世界行けるってことなんかな。おー、主人公に戻った。やっぱ夢だったんかな。この前はブロンズの鍵を手に入れた。今回はオレンジ色のドアを開けて、広場に行ってみようか。広場。おー、面白い。コインが回復してるってことはこれ回収しろってことだな。あー、なんかいっぱいあんな。なんか変わってね。てかこっちさ、ちょっと金か。あー、なんかあるね、向こう側にも。ちょ、これちょ、ここ行ってなくねえ、てかさっき全然気づかなかったわ。焚き火、なんとかディライト3つ以上あるの。み乱す、思い出すじゃなくて乱すなんだ。乱すってなんだろう。あ、見出すか。なんとか見つけた。一定時間ごとこの場所がお金が手に入るようになった。ああ、そういう要素があるのか。はい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 、ああいうのはそう、こういうのに使うのね。いいね。一定時間ってどれぐらいだろう。あ、旗もある。この旗なんだろう。ちょっと一旦調べよう。金取って覚えちゃう。ああ、これも見出せばなんかあるんか。タップすればすぐその場所に、戻ってこられる。おー、ワープゾーンって感じが。ちょっと待って、ここの金も手に入れてから、ちょっと一旦ね、こういう金もちょっと回収していきたい。ちょっと僕はちょっとこういうのを見たらちょっとね、集めたくなっちゃうよね。だいたい行って、あ、宝箱はそのままなんだね。これ話しかけたらなんか変わってるとかあるかな。変わってるな。風の、温度とか、空の色とか、昨日と今日とではちょっと違う。全く同じ日って多分ないんだよね。なんか不思議。うん、確かに私同じ日はないからな。お、君前に会った時よりも、人生経験を積んだ顔をしているね。本当？そんな変わってねえと思うけどな。まあちょっと、まあ一日過ごしたからそうなのかもしんねえわ。今の君ならここまで見えなかったものを見出せるようになる。ああ、これはじゃあ昨日までなかったやつだよねってことね。例えばよく通る場所には旗が立っている。気になるものを見かけたら調べているといい。きっと君の旅に行った。あー、いっぱいくれた。じゃあこういうのは、カミカミ。このおじいちゃんいたっけ前。おじいさん、拾ったと思ったコインがまた元に戻っているなんてことがあったかね。あったな。誰かが通り過ぎた道にも、また新たな価値が、再発見されることもある。そういうものなんじゃ。ほう、見知った道をもう一度歩いてみるのも悪くない。ああ、これヒントだな、多分。なんかこれ。ああ、3つ以上あるからいける。うん、一定時間後。ああ、ディライトが手に入るようになった。ああそういうことね。はいはい、いや、楽しいわ。で、これ何？これ押せばいいってこと？ああ、なんか、動いた。ん？よくわかんねえな。はあ、え、これさ、ちょっと待って、この辺からでもいけるってこと？これもしかして、おー、移動めちゃくちゃ楽じゃん。いいね、これ解放してこう、こういうのは多分いろんなとこあるんだろうね。うん、これあれかじゃあ、あ、コインはまだなってないか。じゃあ次の場所行ってみる。多分ここの次の場所も変わってるってことだもんな。ここ何もない。あー、ここ猫ちゃんいたね、そういえば。猫ちゃんの、あ、コインだけか。で、猫は泣くだけと。うん。じゃあね、金、これは変わってないな。
あ、破綻じゃん。これちょっとちゃんとやっていこう。 OK。 15以上結構あれだな。か、はあ、これ集めるのマジ大事だな。これ一旦金回収して、誰がいる、やっぱな、やっぱラスボスがいると思ったんだよここにはまあボスじゃねえだろうけど、あ、これカニが湧き出るやつか。あー、そのコインもくれるのね、ありがたい。金はいくらあってもいいからな。 OK、 回収していいね、楽しいわ。でこれは移動できる、はいはいはい、もうこれできたら相当よ。でこれも花だからあれか、なんかディライトがゲットできるってやつか。やっぱそうだね、結構くれるな、だいぶ溜まってきたなOK。 あー、この上の方も回収しに行くかなこれ。うん、これ回収して、あれも回収してっか。OK。 あー、落ちちゃった、まあいいやまあいいや。まあでもブロンズの鍵多分もういけるだろうけど、ちょっと向こうの方も見てよな。あとなんか移動して、移動してたこの旗を回収したいからあれしてこう。お金って、お金と違ってディライト扱ってもちょ、あー、なくならないんだってお父さんが言ってたよ。おー、お金もなくならないといいんだけどね。確かにな、お金がなくならんかったらもう無敵だろう人生まあそんな人生甘くねえかな。あー、危ない危ない、落ちるとこだった。あー、猫ちゃん、でもこれ猫ちゃんね、話しかけてもな、泣くだけなんだよなじゃあこっち側行って、あ、なんかあるよな、これリライト重要。あー、なんこれ、隠された道がまさか通れるようになってる。あー、そういうのもあんのか、いいね。でこれ旗で OK、 ここにもまた移動できると。はー、見えない道もあんのね、はい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 。まあこの辺も一旦回収していくかな。多分あるよね、いろいろ。あ、てかそうだ、あー、あいつに話しかけていいわ、ここにここにいるさ、 この人いや、この人無視してた、ちょ、ごめんな、ちょっと待っててくれ、ちょっともう話しかけいくわ。どうやっていくんだったっけ。あ、上か、上からだっけ、ここ届かないね、はーいじゃあこの子にも話しかけてみるか。どうせ多分変わってるんだろうね。目の前に見えてるものでも、ああ、これは一緒だ。変わってねえ、特に。で、これ回収して、上行くか。これさ、上行くのにさ、なんだっけ、ちょっと待ってよ。これ、これでいけるんだよね。おー、めちゃくちゃ便利じゃねえかよ。じゃあ、まず男の人に話しかけに行こうかなと。いたいた、ここだよね、こっから行けるんだよな。ちょ、すまねえな、一日待たしちゃって。いいか少年、お金は大事だが世の中お金が全てじゃない。うんうん、好奇心とか野心とか、博愛の心、そういうキラキラしたものディライトもまた大切なんだ。君も年を取ればそういうことが分かるようになるさ。まあでも先立つものは必要だから、お金を稼ぐことは、いいことだよ。どんどん稼ぎなさい。はっはっはっは結局金が全てってことね。はいはい。なんか当たり前のことしか言わなかったあいつ。話しかけなくてよかったかもな。じゃあこっちをちょっと待って。こっちを金も回収して、ばあちゃんに話しかけて、ブロンズの鍵行ってみるか。いいね、こう移動手段タッチするだけっていうのがいいな。OK。あ、こっち、待って、猫ちゃん、猫ちゃんも回収していきたい。どこだっけ、こっちか。猫ちゃんで、一応これ、あれ、そっか。うん。で、ばあちゃんに話しかけると。あなた、あー、話してることは一緒。こいつ、コンピューターだな。あー、ここも回収したいんだよな。あ、宝箱あるじゃん、ここに。オッケー、ラッキー。で、そこのコインも回収したいから一旦ね、あそこに行くか。
で、そっから降りた方が早いよね、多分。OK。で、ここから金を回収すると。あ、金回収、あ、回復してんじゃん、猫ちゃん。ちょっと話しかけとこう。あれ、ここって回収しなかったっけ？まあ、いっか。あ、ここも復活してるんだな。じゃあ、行ってみるか。ブロンズ。50！ いや、でも金があるからいける。100持ってるからね、こっちとら。おー、新しいところ来たから、ちょっと今日はここまでしとこうかな。いやー、面白いね。意外と長いから、まあ、続きもまた。明日やりたいと思います。ということでナッシュワンでした。はい、なんかもうこれね、時間忘れてやっちゃう系のゲームだわ。まあ、てことで、ね、よかったらね、いいね、チャンネル登録してね、また次回動画も楽しみにしていてください。ってことでナッシュワンでした。また次回の動画でお会いしましょう。